どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルード宇宙ロケット開発を目指してやっていきたいと思います。これ邪魔だな、削ってみようか。あまりノータッチだったけど、これ何なの、これこれ何の意味があるの。ああ装飾なんだ、いるこれ。マッサージ機は 27%、電気余ってるから 24% ぐらいにして、みんな休めるでしょうか。お、珍しくいい部分、結構なストレスになってるな。特に病気ってわけじゃなさそうだけど、ここのこれまずいな、もうちょっと捨てよう。この水があるから多分足りると思うんだよね。え、氷いる？水浸しにならないかな。ちょっと待って、氷作って氷もらって作るとこ大事だよね。これどこなら溶けないんだろうな。 1.2 度 0.8 度、ここは結構溶けなかったのが不思議なんだよな。まあでも0度以上は溶けるよね基本的に多分。まあ、でもマイナス 0.1 とかある、無理かな。ここに作っても耐えられないかな。いや、これいらなかったな。これ邪魔だな。いや、どこか冷やしておきたいけど、一回でもここで失敗したんじゃなかったっけ、溶かすの。ここもダメそうな気がするよな。もう一回置いてみるか。ここダメかな。いや、ここか。こうしてタイルを作って、はしごを作ってあげて、先にこっちかな、こっちに流れてきたら困るから、こうだね。これでこの混ざって汚染水がこっちに来たら困るから、どうにかならないかな。できれば、あーやったわ、すごい大変なことになった。せっかく綺麗な水だったのにもう止まらないかな。急いでこれを作れば、急いでこれを作ってモップ掛けをするんだ。まだ耐えれるはずだ。あー、なんとか被害は浅かったんじゃない。浅い浅い、オッケーオッケー。まあ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 、まあちょっと邪魔だけど、まあまだ大丈夫でしょう。
ああ、でもそうするとこっちまで行っちゃうのか。もったいなかったな。でもまあ崩壊ってほどじゃないでしょう。多分予測不可能なことが起きるから怖すぎるんだけど。把握した。なるほど。これ置いた瞬間に溶けるんだ。ああ、なるほどね。それはまずいね。とりあえず汚染水片付けようか。とりあえず汚染水さえなくなればまだ大丈夫のはず。大丈夫だね、これで。これも動いてるしな、目いっぱい。むしろちょっと余ってる。素晴らしい。これ2つ多かったかな。中途半端に動くだぐらいだったら、なんか1つを目いっぱい動かしてもいいような気がしないでもないけど。まあいっか、その辺は。305.2。まあまだ捨てていいでしょう。どうしようかな、これ。今のうちにやるべきこと。石炭。石炭増えてるのよな。一応窮屈だけど、まあそれなりに増えてるから。これどうしようかな。まあ、酸素だから結局コストかかってないんだよな。ただここの水、これヘドロだしな。一回ポンプ作って、これに流して、この浄水器につなげてあげてっていう方法は取れるけど、あ、もう十分じゃないこれ。これどうすればいいんだ。2000以下にすればいいのか。多くしとけばいいのか。あれ、2000が最高。これで止まるか。となるとここ増やすか。腐敗病がなくならないんだよな。この辺のヘドロが原因かな。どうしようかな。このまま削っても落ちるんだよな。まあ、この辺暑いわけじゃないから、削ってもいいけど、
意外と食料の減りか、すごいことになってる。でも、ああ、あれか。これがいまいちか。はい、それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと拡張どうしようかなって感じですが、はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカミでした。アディオス、アミゴス。またね。